お疲れ様です。今日はですね、世界上位にいたメガナイトスパーキーホグ、こちらやっていこうと思います。はい、まあすごいね、なんとも言えないカオスなデッキなんですけども、まあ、意外とこういうデッキがねものすごい強かったりするので、はい、ちょっとね検証がてらにやっていこう。まあメガナイトスパーキーでも攻めれるし、メガナイトホグでもね、はい、普通に攻めれる。なんならメガネとダサングでもね、ホークスパーキーとかでもやってくるんで、まあ相手に合わせて刺さるやつを出していけばいいと。さあ、アダムシャーン。枯渇使いはやめてほしいですね。はい。昔、バカうまいアダムっていう枯渇使いましたけど、枯渇使いはやめてほしいですね。はい。さあ、というわけで、ああ、こんなんもスパーキーガシャンでいいやろ。で、メガナイトつけて、なんかあったらいいんじゃねっていう。アチャク入りがちょっと珍しい。これどうなんだろう、組んだらさ相手めちゃくちゃきついとかありそうじゃない。エレキまで行っちゃいたい。いや、エレキまで行くのはさすがに微妙か。なんか俺のスパーキーはよっ、微妙か。はい、まあ、みたいな感じですよね。まあまあ、今別にメガネとスパーキーしただけなんで、そんなコスト使ってないんで、僕は。ああ、これ、ガチで、あれだ。もう、一生守って、ディガポイするだけだ。引きこもりってやつ。あ、これマジ、行った方がいい、絶対。ボムがない、冷静に。え、ある、どういうことどういうこと、今の状況でボムある、圧着だからサイクルがちょっと違えな、これ。さあ、やばい。マジで、一生守るデッキですこれ。まあこういうのを崩すためにね、こういう怒りは存在すると思ってる。いやマジで、その他に攻めカードとかないんですよ。ウォールブレイカーとかもうそんな入れる概念がない。もう一生守る、7枚守る、ディガーだけ。うわー、えぐ、引きこもりやんお前。まあまあまあ、そんなね、そんな言うことはない。はい。一旦ね。一旦この辺にスケルトン出したい顔してる。え？ミストリアン。え？ミストリアン。お？ファルチェ？お？ザップ？もう一発？にゃー！強っ。はい、こういうデッキです。合ってるのか知らんけど、いやマジメガナイトスパーキー組んでマジマルチつけただけだぞ。いやこれボム使うと思うんで、いやでもこれ強え、この圧着入れてる間の呪文が強すぎてやばいね。攻め取るのちょっとあったな。え、てかトルネやん、えぐくね、トルネ、あ一発撃ちそう、撃ってー、トルネボムってガチで嫌われるぞ。もう俺に嫌われてるからなお前、言っとくけどさ、こういうのさおしゃれにね。はい、気持ちいいからのボムを使っ、あでもトルネかんのかお前、うんちゃんすげえな、俺もだけど、この人お、え、お、お、メガネとか飛んで、はい、こういうデッキを潰すためにマジクロスと一緒です一生守るだけ、一生守るだけです、そんなに。いやなんか多いんだよな最近。まあディガポイ環境なんですよ。そうディガポイ環境だから守っとけばいいんですけど、本当に最近ちょっと多いんでね、こっちもねカリカリしちゃうですよ。5分間守られるだけそれがクロロワか。はい、さあアーチャー来た。ちょっとクロスじゃねえわ、エレジャイとか引きたいんだよな。スパーキーなんでね、エレジャイは相性がいい。さあこれはもうディガーかホグかみたいな最近のトレンドがね来たんじゃないですか。お、いやー多分これはね、いや微妙、吸えるのかこれいつ。ああまあまあまあ、いいやいいや、これですね。
流行りのリーガっぽいです。あ、でマイティがねやっぱ強いんですよ。けど俺にはエレキがいる。でこんなのも無視。メガナイトからのエレキ間に合うかな。端前10コスだと追加してギリなんとかなりそう。ちょっとうざそう。エレキ、いやトルネか。え、でゴブリンでまさかの、え、ってか、あ、お、お、なん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 、レッツゴー、ダッシング、逆転スケベルになった。お、エレキにだけ行かないが、ホグブス、え、ま、強くね？あれでも気持ちよくなってるよ。グッドゲーム。よろしく、まだ諦めてえな。こいつの目は死んでねえぞ。ファルチャもちょっといいぞ。死んでねえがだいぶ煽ってくる。これ美味しいな。あー、これね強いな。キング起動したかった。あ、これやべ、一発入る、このエレキ。にゃー、やべ、これだいぶかまされる。こいつに負けるとかまされてしまう。こいつにだけは負けたらダメだ。耐えれそう。え、やばい、マジこいつに負けたらガチかまされる。あ、やばい、かまされる。これちょっと待ってよ、今から切り替えよう。いや、これ守るしかねえ。ち、回んないでと思い、祈って、祈ってる。いや、ポイズン回んねえぞこれ。いや、いや間に合うな。お、お、やばい、間に合う、やばいやばい、かまされる、かまされる、こいつに負けると絶対かまされる。余裕ぶっこってるな。全然ピンチなんですけど。お、ちょっと苦しんでるぞ。お、お、お、サスケが、うわー、わーうれー、あぶねー、かまされるのだった。危ない、危ない。さあ、おー、しょうちゃん、ジャイさん重視のね、昔セリカスクエアにいましたよ、同じクランに。エリポンです。エリポンどうにもできないんですけど、スパーキーでワンチャンゴリ押せないかな。やばい、脳が溶けてる、チンパになってる。ゴルネ、あ、あれ、キング起動したいけどエレキ出しちゃったせいでキングできないかな。あーですよね。まあ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 、いや問題はこの手札、だいぶやばい。いや、なんか前から来ましたね。あ、ザップじゃない、ジャイサン氏で多分環境用に柳目になってる。いやこれ悩む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 、ガチどうしようかな。何言っても強されそうだな。ガゴムレ読むけどみたいなとこある。いやでもよ、これ、お、これ小物しかないんですよ、ジャイサン氏系は。ゴルネも咲いたんで、しかもちょっといいザップ、いやーマジでちょっとだな。いやーちょっとすぎる、もう一発かませ。おー、いや渋いか。スパーキーめっちゃ強いんですけど、ゴルネイやばいんですよね。ゴルネイに打ってもゴルネイの脱出だと無敵あんで、これはねもう怒りです。ゴルネイダッシュに弱いんですよねスパーキー。相手も嫌、相手からしてもまあ嫌だと思うんですけど、ゴルナイダッシュかな。まあ組んで3勝取れるように引っ張ればみたいなとこあるよな。あ、マジで下手、あ、やばい、マジで下
あ、その延命うまいし。いやでも耐えれる。パルチ。あー、この早めにとかすガコムリうまいですね、マジ。あー、下手ー、すぎんな。トルネね。じゃあ、攻めとるの本当に。あれ俺が悪いんだね、100ゼロ。これ、近いけどね。危ない。ゴルナイで多分、同サイドで無効化してくるんですよ。そうなんですね。あ、これは偉い。偉いです。耐えろ。無理ですよね。無理ですよね。あー、無理ですよね。あー、無理です。しっかり無理でしたわ。はい、いやー、ゴルナイ、なんかいい感じにできたらよかったんですけどね。まあ、ちょっとエリポンのアドといい、相手が上手いのもあり、はい、難しい。俺にはまだこの時は早いのかもしれない。さあ、来た。よろしく。よろしく、よろしく。スパーキーが刺さる相手だと、まあ、やりやすいんですけどね。なので、あー、これ、トレネあったら使ったけどな。ネクスト。早めの展開していくか。さあ、もう、同じデッキ、みんなこれ。みんなアチョコブディガーやん。これしか使わんやん。はい。メガナイトいます。メガナイトいる。さあ、これはボムのドリル。これ、トレネードないんですよ。なので、ホグライダー行ってらっしゃい、あんた。好き勝手やっておいで。デスパーキーももう好きにやってくれ。一発強い。うん、いや、むずい、この受け。ゴルネ走ってくんの嫌だわ。さあ、さあ、さあ、さあ。お、これは、無理してんね。あ、トレネで近畿できたっすね。まあまあ。まあまあ。まあまあまあ、いいでしょう。だいぶ相性いい。もしかして。相手の呪文が、まあ、ロケじゃなければなんですけど、ロケだったらさっき打つよなっていう、本当に8番目ぐらいに。だいぶ奥底に眠ってない限りな。これちょっと、待とう。おいしい。なんならここでも待つ。ゴルナイがね、嫌なんですけどね。さあ、俺もカード回ししていく。これメガナイトの方がいいかな。なんか何でもいいか。さあ、まあまあ、これはドリルで、ドリルじゃない、パルチェで天才の釜を見せてやろう。はい、微妙で、ここでつけちゃえばゴルナイないからな、君。うい、え、マジ天才すぎ、今の、今のやばくね。で、ここでザップ打って、微妙か。ザップは下手、うん、やった、きれい。マーちゃんに囲まれる、囲まれながらの発射ね。幸せだ、幸せやろだな。ウッドが来るんです。いやー、めっちゃいいエイムしとるやん。うん、強い。いや、今のトルネよ。ああいうトルネかな、多分大事になってくるんだろうな。アイスピとアーチャーともう全てを巻き込めるんで、ほんとトルネの使い方次第ではね、世界が変わります。今の気持ちいいな。さあ、バルクアップ。ああ、そういう感じね。どう？かわいいやつやないか。まあ一旦待つか。なんかスパーキーホグとか、やっぱメガナイトホグだとトルネードの近畿軌道もね、やっぱ事故ったりすると思うんで、単品ホグで簡単に近畿軌道は嫌だのザップ。どう？
仲良くできそうだな君、俺と。わ、待ってくるってなったらエリシャイとかの可能性高いですからね。アーチャー、いや、ファルチ咲いてラバ来るとだいぶ嫌ですけど、まあ、最近アーチャーのラバもあるんだよね。お、なんだあれ。いや、マジラバあるぞこれ。インフェルノ、どういうこと？こいつ、こいつめっちゃ騒ぐな。いや、ホグは刺さるんですね今。おお。え、これさ、あ、もう一個あれだ。付け振りか。え、いや、マジ今キングギドラに向かってきたのか、ワンパンかい。キングギドラワンパンだったわ。やってもうたー。甘えた8枚ゴブリンを始末できない、痛すぎる。さあちょっとゆっくりゆっくりネチネチ行ってやろうじゃないの。え、逆にたまるんじゃない。まだフリーズもあるか。まあまあ、これでもインフェ咲いたよ。だいぶ元気そうだけど、好きやなそれ。いや強っ。エレキかなんかバルキリー、突破できそうじゃね。もう一発飛べる。外でルート強制。渋いね。でも俺はまだ勝てると思ってます、ぶっちゃけ。いいとこに出してくるね。強いな。お、お、マジありそうじゃん。ああ、仲良くできると思ってたのに、まあ、ああ、うぜえ。あ、全然なんかしょうもない試合したな。え、なんだこいつ。ああ、負けたこれは。一番ほっぽりせんといけん、こういうやつを。ああ、なんだ今の。腹立つっすね。いや、最後のね、あれを守られたらもうしょうがないです。でもあれの守れるもんね、フリーズじゃなきゃ。両サイド攻めか。ちょっと片サイドだったら今良くないですね。両サイドでなんかこうしとけば可能性あったかもしれないですね。悔しい。はい、すごい、エリジャイかな。
じゃこれマジ強い。こっち入ってくれるなら熱い。さあ形組んで、これはボムトルネだ。いやでもこれトルネコストがなくて、ピュッ、いい2発。まあ2発いいんじゃないですか。2発で、うん、あんま贅沢は言えないですよね。さあゴルナイフェニディガポイですね。まあこれぶっちゃけ100ゼロ以上ですね。0100、ゴルナイ突破できない、フェニックス無理、ポイズンと高回転、ボム無理、はい無理。これだいぶ難易度高いですね。なんでこのダメージでぶっちゃけ逃げ切りたい。マジできついぞこれ。使うことのないスケブですね。はい、もうここからアドにしかなんない。ホグ取んないしね。あ、これマジやばいな。まあでもやばい相手に奇跡を起こすのがこのデッキなんでね。はい、ポイズン使わせてケツスパーキー、この冷静なね。いやこれマジであるぞ。メガナイトスパーキーエレキ組んで大事故神トルネです。はい、先ほどのね神トルネードをかますしかない。まあ、そう頑張りゃいかない。いやそんな簡単にうまくいってねえなっていう。アイスピー許さないよ。え、なんで。いやマジファルチが強いのか。神相性なのかこれは。いや絶対きついんだけど。あ、もうきつい。マジトルネードで世界変えてる。いやこれマジ絶対いらない方ぐらいだ無理。うん、言うてくれて。いやファルチェって無理やりみたいなのがあるよ。ええ、ディガ来い。いや熱い。うわっ、にゃ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 。いやこれは決まった。さすがに、さすがに、さすがにいっぱいいる。メガナイト飛んで、よし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 。いや神相性かもしれないですね戦ってみると。むずいなーこのデッキの相性表ねさあ23位はだいぶ強いぞ。さあウォールブレーカー、まあマイティーウォールブレーカーですかね。さっきまでのリガポイのウォールブレーカー型となると、メガナイトスパーキーからのマイティーを処すエレキ、これで十分。お、これはどうだ。危ないかな。キング起動ちゃっちゃしたいっすけどね。いやーゴブリンいてんだよな。あ、迫撃か。まあこれ多分本部釣られないと思うんで、これナイトに打てば入るぞ。え、あービビってるね。迫撃、いや珍しいぞ。迫撃ディガウォールブレイカーはマジ見たことないレベル。普段はボムなんで、まあ迫撃の方がいいのか。どうだ、エレキがいかれちゃう、むずいな。まああんまどっちも変わんねえか。まあ暇なんで行ってこうぜ。ディガーかぶれ、いいねー、これよね。おいしい、これこれ。この攻めディガーとかぶる瞬間の攻めがやっぱ強いっすよね。ええー、やばっフフ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 フ
マジか。いや、ガチでびっくりした。こういうことがあるんですね。パルチの鎌長い。いや、これは皆さん何ていうか知ってますか？フチルですね。完全にフチりました。うわー、気持ちいいなー、これ。ちょっと強いかもしんね。アーチャーに強いのかもっすね。さあ、というわけで、こちらのね、スパーキーホグ。なんかわからんけど、結構勝てます。意外と強いかもしんない。ちょっと皆さんもね、ぜひやってみてください。お疲れ様でした。またね。